はいどうもピオキングです。今日はトロールコースト一発マリオやっていきますか。この挨拶めちゃめちゃ恥ずかしくない？なんか初々しくて恥ずかしいわ。ちょっとやり直さないでいい？で今日のトロールコース、トリックはトロールアレンジ、説明文にハッピーハロウィーン、お菓子をくれなきゃ、でもお菓子を渡す側か、テルルさんの許可あり、マリメ2初めてまだ半年だから欠陥あるかもって書いてるんですけど、このコースは我が宿敵ステルルさんのコースをアレンジしたコースみたいなんですよ。前にオリジナルのコースを多分やったことがあって、それをトマトさんっていう方が手を加えたみたいですね。いやちゃんと本人に許可を取ってるっていうのが礼儀正しいよな。でもさ、一つだけ気になっちゃうことがあるんよ。この制作者さんからぜひやってみてくださいっていただいたんですけど、僕がテルルさん絡みだったらやると思ってんじゃないのか。それは絶対言っちゃいけないことだって。なんか汚い大人になってしまったな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.32%。そういやハロウィンといえば渋谷だったっけ、めちゃめちゃ人が多いじゃん。あんなに人がいればさ、普段絶対できないようなコスプレに挑戦できそうじゃない？例えばめっちゃ女装を本気でしたプンプンとか。なんだよそれ、開幕爆放だ。あんなん絶対避けれんやろ。ていうかこのコースバカ使ってくるんだね。上にも逃げれねえ。じゃあ右出しか。めっちゃ怖い。それやめて。そもそもね、プンプンの格好していったところで分かる人なんてほとんどいないんだから、結構マリオに詳しくねえと分かんねえぜ。誰それ？プンプンです。みたいな感じで言うんでしょ。なんか言うの恥ずかしいわ。マリオとかルイージとか普通じゃん。あー、成敗されたでござる。でもね、そんなプンプンが分かんない方に教えてあげるんだ。プンプンって実は分身できる子なんだよって言って、え、そうなの？って言われたらプンプンって言って、その瞬間に他にもプンプンのコスプレをしてる人に隠れておいてもらって、バーってみんなで一気に出るの。それめちゃめちゃびっくりされるだろうな。ぶっちゃけマリオとルイージの格好ってどこでもできるじゃん。頑張れば USJ とかでもできると思うんですよ。難易度的にそんなに難しくないからさ。でもさ、そういう池袋ならでしかできないようなことってあるよな。ちょっとお前なんだよ、髪の毛一本生やしたみてになってんじゃねえ、この波平が。これは私に波平のコスプレをしろっていう感じなのかな。まあそれだったらめちゃめちゃ勇気いるぜ。髪の毛一本生やしてるからってさ。いやでも頑張ればいけるかもしんない。じゃあここは壊しておいていい？いやいや壊しておいて、そのどっから出てきてんだよ。なバグりすぎにも程があるぜ、タバトさんよ。なんで、もうやめろってグバグラ。もう地面になったじゃん。そんな攻撃の仕方あるか。まあいい、こっから下に進もうか。まあどうせファイヤーがないと進めないんでしょう、きっと。でしょうか。ハテナが一番右に来た瞬間叩いてみようか。これで大丈夫で、もうさっさ乗っちゃえばいいんだよな。テレルさんがさ、バグありきでコースを作ったらこんな感じのコースになるんだろうね。でもあいついつも運営にビビっちゃってるからさ、あんまりバグコースを投稿しないんだよね。うん、運営だけじゃない、僕からもだって。まあそうだよな、いつもクリアされちゃうもんな。尻尾でブロック壊せるんなら氷ぐらい壊せよ。私ね、警戒してるんですよ。右の氷ブロックの方にも葉っぱ攻撃が来るんじゃねえかなと。そっちゃ左の方に来るとは思わなかったけど、絶対来る、絶対またなんか来る。この辺とか怪しくない？下から来ない？大丈夫？何やってんだ筋肉だるま。じゃあどうやって行きゃいいんだこれ。右に行く、で葉っぱをかわすでしょ。ここに隠しブロックがあってから戻れないんだよね。あ、こっから溶かせか。で、ここでワープで。よっ、早く早く右に、早く、これ当たらず行けるか。ここで、こう。だねだけどもう分かったもんね。これは上から葉っぱを取れば問題ない。で、溶かしたらここにボム兵がいると思うから、しゃがんで飛んでいこうか。今さ、ここすり抜けなかった？あれ？気のせいかな？あ、なんかすり抜けるね。で、上の扉に入りますと、ばあちゃんがいる！全く何でもかんでも隠しやがって。だがそれでいいんだ。笑っていうのは見えてちゃ面白くはないもんな。ならしゃがんでドアに、あ、ここは入れないのね、チビになっていこうか。いやこのコースね、一つだけ言わせてもらう、アレンジしたんじゃない、鬼畜にしたんだよ。めちゃめちゃ難しいんだ。ここに来るまでにどんだけ時間かかったかわかんねえよ。ていうかテレさんいなくなってくれんのか。あ、キノコもらえるじゃん、もらって。
もらったらいけねえじゃん。おしかさー、俺を出すな。ピースイッチが切れた瞬間にオンオフをする。そしたらテレサがいなくなるでしょ。で、中間ポイントがで、このキノコはもらっていこうか。もらえるもんはもらっていこう。あ、どうせチビにならなくちゃいけないんだね。はい、どうもこんにちは。からのさっきの場所に戻るっていうわけですね。うわ、左と上もうドカンドカンでいこうか。あのドア最後どうなるんだろう。こっちも気になるんですけど、左は何あれ、うん、お化けなんかな。お化けがコスプレしてるみたいだ。めちゃめちゃ可愛いじゃん。うわ、これ気になるから叩いていい？お、ワンナップ。じゃあこっちもワンナップかな。優しいね。あなたはワンナップを減らす。ワンナップじゃないみたいだ。さあ、ドアに行こうか。ドアじゃないドカンね。俺は取っていいのかな。あれ、お、なんかバグってない。あ、これは普通にできる。どうした、マット？全然罠に引っ掛けてないぜ。調子が良すぎる、良すぎるぜ。じゃあこのハテナを叩いてすぐ左。うますぎる。やばい、ここめっちゃ調子がいいかもしんない。あえて右をシッパしてみようか。左をシッパなら左をシッパで引っ掛かりそうな気するんだよな。何もしないでみようか。あ、これでダーストボックスでいけ。私はね、未来が見えてるとさ。あの50コインの方に連れて行かれるとな。だけど未来っていうのは変えれるんだ。そうだな。はは、誰お前。ねえ、ゴーファースト、うん、ドアに早く入れてる感じかな。未来変えれませんでした。貴様、助けてよピュアモン。未来から来たんなら教えてよ。甘えるな。確かにそんな世界線もあったかもしれない。だから世界線っていうのは結局一つに収束するんだ。だがそんな私なら世界を変えれるかもしれない。それがシュタインズゲートだ。すいませんね、シュタインズゲートネタを出してしまって。私、アニメで何が一番好きかと聞かれたらシュタインズゲートだと答える自信があります。それとベンザカバー、まあ見たことがない人がほとんどなんじゃないかな。それとベンザカバー、いやマジで面白いからマジで見てみて。それとベンザカバーベンザカバー、ベンザカバーうるせえんだよ。ベンザカバーっていうのはですね、クラナドっていうアニメですね。その2つがマジで僕の2強かなと思います。あ、これマジ、さあかな。それとベンザカバー、これマジさっきと同じ場所じゃんって言おうとしたらこれですよ。あれ、鍵がないぞ。あ、これが鍵なのかな。ワンナップ、こっちはワンナップ。うわ、こっちに行けっちゅうことかな。で、戻ってこいみたいな、そんな感じなんじゃない。はい、ノット。あ、こんなところに鍵があったの。てか、どこそれ。ドカンとドカンの間って何。こいつはテルサで、こいつはコインで、このドカンは入れませんね。一番最初から探していきますか。まず最初に怪しいのがこのドカン、この場所だ。ここに鍵があるっていう感じなんじゃない。あれ、受けなんだけど。帰ら、今すぐ帰ら。ではここは右に走るようにジャンプしてってみようか。これで抜けれる。で、鍵は、鍵は手に入るね。で、土管に入るんだけど、絶対鍵を持ってることによって罠が変わってるって。大丈夫か。じゃあ左ギリギリまで逃げておこうか。で、バブルをかわすでしょ。どこまで罠が変わってるかわかんねえもんな。まあここは変わってはないでしょう、さすがに。浅い浅いってなって、ドラマがよ。そんなんじゃ俺を捕らえられねえぜ。捕らえられました。面白い。今度は右を失敗をしろということですね。さあ、ドアに入ろっか。で、さっきさ、ここ何もなかったじゃん。ここ絶対何か変わってるって。大丈夫？もうさっさ入っちゃおうか。で、今度は鍵ドア。お前戻すなって。そんな聞いたら、下、下、なんだよ。どこまで戻すけ。もう一回この飛び屋にあんじゃんじゃん。もう噛んじゃったね。またそれ。このさ、一つのピンクコインのところで2周するみたいなことやめません？めちゃめちゃ長く感じるんですよ、本当に。体感やべえよ。待て、これキノコいらない。どけよ、ツルツル頭。戻ってきたよ。今度はキノコがいるんですね。さあ、中間ポイントゲット。正直私はね、今3枚のピンクコインを取ってるんですけど、6枚のピンクコインを取ってる気分ですね。誰がわかんだよ、そんなの。
いやこれは必須でしょ、引っかかること必須でしょ。さあ下に行こうか。下に行けないって。上にも行けないって。右に行けっていうことでしたね。であのメットは僕んところに来れないでしょきっと。あ、左から左も来れないじゃん。どうやって来るんだろうな。誰が来るみたいだ。上から魚が落ちてくるのかい。バブル、そこは違う違う、ここに来て。お前は来んだ。キノコを取ってリフトに乗った瞬間すぐジャンプ、これで大丈夫なんでねえの。これは大丈夫？逃げれるかな？天才ですか？今の罠にはマジでびっくりですよ。じゃあこれはどこで逃げればよかったんだろうな。バネに乗らないようにこの場所で待機する。でこっからどうやって行くんだろうね。隠しブロックかなんかある？わーい、右にダッシュしてみようか。これで、あ、あるじゃん。おっとっとのパッケージのやつ。下に行くのは合ってんのかな。でこのハテナブロックは、あ、ファイヤーだけど食べられちゃった。でも取れるのかな。パックンチョ、おっとっととかパックンチョとか雪見タイムとかお菓子系が多いんですよ。あなたはもう少しみんなに分かりやすいような語彙力をつけてきてくれませんかねえ。こいつはチョコレートの上の部分を舐めてなくなったポッキーだ。無理すんだ。ゆうちゃんそろそろ疲れてきましたよ。もうゴールがあってもいいんですけど、この先ゴールがあるのかな。なんかおかしいねこれ、全然解けない。先にも行けない。誰か僕を小さくさせて。この先に行けばちっちゃくなっていけるんでねえの。さあここでチビになりーの、この先まだチャンスはあるよな。オッケーオッケー、でこれで進みろ。ドアである。よーし、右上のコインめちゃめちゃ気になった。え、まだあんの。っていうか間違い探し、これで一番、全部違うんじゃないこれ。あ、わかった、ここだけ違うわ。あ、まだ右があんの。これ実は貫通するみたいな。おお、するじゃん。どんどん右に進みませんわ。頼む、僕を戻らせて。この雪見大福が、この間違い探しの通り真ん中につららがあるっていうことだから、ここに行ってみましょうか。絶対違うと思うんですけどね。もうトロールコースにおいてこんな間違い探しなんか、いや、合ってんのか。ある、マジある。バカで書いてる。どこに。どうか。なら初めから刺すな。多分ね、この旅館だと思うんですよ。この旅館に入って戻ります。で、右にブロックがあるじゃん。ここにやっぱり行けるようになったね。もうゴールがあってもいいよと思ったけど、すごく嫌な予感がする。 JK×2 旅館に2回入れってこと。てか、これ心配球。もうマジでやめろって。あ、今惜しかったね。管理さえ取らなかったら1回で1回でやられちゃったんでね。今ごめんね、ちょっと噛みそうだった、噛んだ後なんですけど、まあ、いつもね、噛みそうだったって言って噛んだ後なんですよね。これもうマジでやめろってまで。これしかもさ、この太陽がくるくるしてる時じゃないと当たれないんじゃない。これまず右に行くのが難しいのよ。これ大幅カット入れるかもしんない。まず1回やったろ。1回はね、全てノーカットで当たりたいよな。ここで太陽がくるくるするから、この場所で待機しよう。よしよしよし、あと1回。さあさあ、ゆきゆき、あっ、悔しい。めちゃめちゃ悔しい。2回当たることできないのかな。あ、これめちゃめちゃチャンスだよ。頼む、ここでくるくる C の押しで、あと1回。頼む、当たってくれ。シャー、釣り耐久命中をダメルだ。ここでもう一回土管にすぐに戻る。これでまた別の場所があるんでしょう。どこに行けるんだろうな。しかし、あ、これ下に行けってこと。この土管に入れますか。あ、入れるね。いやマジでもう終わりでいいって。はいはい、どうもこんにちは。さっきも言ったからいいよ。もう主張が激しいんだから。これはどうする。キノコ取っておこうか。取って、よーし、頼む。本当にもう終わらせて。これマジでめちゃめちゃむずいんだから、このコース。キーですじゃねえんだよ。もう右に行っちゃおうか。あれ、今右に行けた。いや行けないけど、来た。どうする、どっからゴールできるんだこれは。なんか鳴ってる。何動かなかったらいいこともあるもんだな。これでゴールだろ。シャー
いやこれ本当にえぐいって。多分テルルさん本人はこんなに難しいコースは作らないと思う。まあそれでも負けず劣らずともすごく楽しいコースでしたね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオオンオフダッシュ。スタムネを見る感じどうやって行くんだっていう見た目をしてますけど、右上の方に1枚だけコインがあるじゃん。あのコインを取って戻ってこいっていうコースなんじゃないかな。いやそれだったらすげえ難しそうだよね。幸いゴールボールは近いんだけど、どうやって進むんだろうねこれ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0%。 そういや最近私とんでもないコースばっかりやってないですか。そろそろ簡単なコースやってもいいんじゃねえかなと思うんですけどね。さあゴール条件はコインを1枚取ってからゴール。あの右上にあるコインを取れっていう感じなんだけど、んーどうやって。コース名がオンオフダッシュだったから走っていくのは間違いない。どこに突っ込んでんだよ。絶対そうだと思うんですよ。タンタンタンっていう感じで行ってみようか。バンナップ何俺の先やらしてんだ。リズムが大事だ、リズムよく行こう。タン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 、タンコもできた。なかなかいい線行ったんでねえの。ワンツーワンツーワン、通行止め。あとちょっとなんだよな、あとちょっとで届きそうなんだけど。来た、ゴー！チャレンジ！いや見事クリアできましたね。難易度が不明でしたよこのコースは。っていうか最近のコースは不明すぎて頭どうにかなりそうです。ということで今日はここで終わりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。